さあ、続いてのうまいもんなんですが、今お取り寄せでブームになっている調味料なんです。忙しい主婦の方や料理が苦手な方に一押しのこちらです。みんな大好きお寿司、疲れた体にもってこい。さっぱりいくらでも食べられる美味しい酢の物や、とろっと美味しいあんかけ料理、そんな料理に欠かせないのがお酢ですよね。今回ご紹介するうまいもんは、たった一本であなたも料理の達人、つねちゃんの酢のご紹介です。昨今の調味料ブームの中、うまいもんテレビが自信を持っておすすめするこのつねちゃんの酢。つねちゃんの酢が商品化されたきっかけは、体に安心かつ何にでも簡単に使えて美味しいお酢を食べたいと、店主自ら手作りで作り出したのがこのつねちゃんの酢。友人にこのお酢を使った料理を出したところ、その甘酸っぱさが病みつきに。それが評判を呼び、店主の家には連日この酢を使った料理目当ての知人が押し寄せたほど。友人たちの声に応え商品化されたのがこのつねちゃんの酢なんです。ぜひ試してもらいたいのが、まずは酢飯。作り方は簡単。いつも使っているお酢の代わりに、このつねちゃんの酢、ほかほか炊きたてのご飯にさ、ふんわり香るご飯の甘い匂いと混ざり合い、混ぜ合わせた瞬間、味見のつもりがもう止まらない。お米の甘さを最大限に引き出してくれるんです。このつねちゃんの酢で作ったお寿司や手巻き寿司をご家庭で振る舞えば、いつもの味が数倍パワーアップしちゃいます。そしてもう一つのおすすめが、カラッと揚げた唐揚げなどにこのつねちゃんの酢をさっとかけると、甘酸っぱいお酢の香りがふわーっと広がり、ご飯にとっても合う味に仕上がります。またこの酢は野菜との相性抜群。醤油、ごま油、旨味調味料と合わせてドレッシングにすると、野菜がもりもり食べれます。レシピをつけているので、他の料理も簡単に作れます。このお酢は魔法の調味料って言われてるんですよ。私もよく使うんですけれども、何に入れても素材の味を引き出してくれるんですよね。早速食べてもらいたいんですが、このお酢で作ったちらし寿司どうぞ。じゃあいただきます。あ、これね、ご飯のうまさが最大限に生かされてる。これはね、やみつきになりますよ。これ本当にうまい、これ。うん、ね、ついついいろんなお料理に使ってみたくなる魔法の調味料、つねちゃんの酢、おすすめです。さまざまな料理の味を最大限に引き立たせてくれる魔法の調味料、つねちゃんの酢。これ一本であなたも料理の達人。今回お届けするのはつねちゃんの酢1リットル入り3本で、うまいもんテレビ価格2800円でのご提供です。ラベルをはじめ、すべて手作業での製造、数に限りがございますので、ご注文はお早めに。お求めはフリーダイヤル 0120-360-064 まで。お電話お待ちしています。